いどうも、とわです。今日はですね、金ぺこの魅力についてほんの少しだけ語っていきたいと思います。語り出すとね、ぶっちゃけ時間がいくらあっても足りないですよね。はい、というわけで今日はほんの少しだけ語ってまいりますけど、まあ大多数の方はね、プレコって地味なイメージがあると思うんですけども、金ぺこって実はものすごく鑑賞価値の高い種類でして、まあ中にはね、小さな宝石っていう人もいたりするくらい鑑賞価値が高くて美しいです。はい、結構プレコってね、地味なイメージあったり、水槽の脇役だし、でかくなるし、沖縄の川に放されて野生化してるしみたいなイメージがあるとは思うんですけども、実はですね、全然そんなことなくて、もちろん、まあ、大きくなる種類もございますが、まあ、コケ取りのイメージが強いとも思いますが、金ぺこはね、主役になれるお魚だし、サイズもね、15センチほどでかくても、まあ、それぐらいだし、まあ、小さいしね。近年はブリーダーさんのおかげで美しい金ぺこもね、たくさんいますし、なんなら、まあ、これからね、アクアリウムとか金ぺこ始める初心者の方にも比較的にね、飼いやすい種類だと思います。案外ね、ネットとかで載ってる情報は結構ガセネタが多くて当てになんないですよね。結構ね、頑丈なんですよ、金ぺこ。鑑賞価値が高いしね、おすすめ。美しいし、まあもちろんね、コレクションだけしてもいいと思いますし、で、何よりね、飼い始めたら自分だけの金ぺこを作りたくなって繁殖とかそういうのもね、挑戦したくなると思います。なんなら僕も金ぺこ始めて3年ぐらいなんですけど、まあ、ブリーダーさんみたいにそんな繁殖はね、ぶっちゃけうまくいってないんですけど、まあ、ちょこちょこ繁殖成功してまして、まあ僕もなんかすごい美しい金ぺこだけ集めて最初は飼育したりとかもやってたんですけど、どんどんね、飼い始めてやっぱり自分だけの金ぺこ、どうしても作りたくて、で結局現在はね、繁殖をメインに挑戦していたりするんですけど、ほんとね、金ぺこってね、沼るんですよマジで。で、なんだろう、今回はね、まあ、血統とかそういう話はしませんけども、さまざまな模様とか柄とか、あとメリハリとか、白と黒のバンドとか、あと白の部分が、ね、すごいとか、さまざまな模様とかそういう金ぺこが存在しまして、なんだろうな、すごくバリエーションが豊富っていうか、そういう種類ですね。またね、面白いのが、同じ兄弟でも全然柄とか違うんですよ、体型とか。そういうこともあって、
繁殖した時にね、同じ兄弟でも全く表現の仕方が変わってたりとか、そういうのもキンペコの一つの魅力って言いますか、非常に楽しめる魚で、ほんとね、アクアリウム初心者とかキンペコ初心者とか今から始めますよって人に対してね、本当にやってほしい、まだまだね、本当にキンペコの魅力なんて言い出したらたくさんあるんですけど、あのキンペコってね、まあ、グッピーとかって最初はまあ違いますけど、まあ大体柄とかって決まってるじゃないですか。レッドならレッド、ブルーならブルーとか。ただ金箔の場合は最初がまあこういう柄でも白黒のバンドでも血統とかによって途中で変わったりするんですよ。うん、あのなんだろうな、まあ、突然変異とかあったりとか、あと体色が真っ黒な面積が8割方占めてるんだけど急に真っ白になったりとかね、あと柄が細かくなったりとか、そういう変化も楽しめる お魚なんで非常に魅力の高いお魚です。というわけで、まあ、今回こんぐらいにしてますけど、本来ならね多分1時間2時間くらい喋ってるんですよ、キンペコだけで。まあ今回は少しだけキンペコの魅力を語ったんですけどもね、あのキンペコ好きな方がいましたらチャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。またね、あとね、初心者向けになるんですけども、あのキンペコの飼育の仕方とか、そういうなんかね、バクテリアのバクテリア剤のね、必要かどうかとか、その熱帯魚飼育するに あたっての、まあ、基本的なことをねちょっと紹介できたらいいなと思っております。はい、思ったよりね尺が短くてまあびっくりなんですけども、まあ基本ね、キンペコの感謝はね、ぶっちゃけ30センチの水槽でも飼育はできるんで、今はね、この動画に映ってるの60センチなんですけども、この中でもね、結構十数匹いたりするんで、結構思ったよりかもね、あの特別な設備とか、でかい水槽が必要だとか、そういうことはないんでね、ぜひ、この時代をきっかけに、キンペコファン、あとはね、あの熱帯魚ファンが増えることを願っております。では、トーバでした。